これをしたらとっても痛かった喉がなんか速攻治りましたみたいなツボをいっぱい押してみたんですけど全然治らなくて、なんでですかね。コイくんが優しいな。塩水がいいんだ。おととい、おととい、さっきまでマスクしてて、おととい3日ぐらい前に声がめっちゃ喉痛くて、で治ったんですよ。でもそのなんだろうな、フリートのあ、一応ありがとう、いえいえ、豚骨ラーメン食うといい、確かに確かに良くなった。喋りすぎ、でも前の喉痛くなった時もお話し会の次の日で、で今日もお話し会の次の日じゃないですか。だからお話し会で張り切って喋りすぎたんだと思います、私の予想。やば、今おやすみメールさ送ったんだけど勢いでうどんの写真送っちゃった。何の脈絡もなくうどんの写真送っちゃったけど、なんだろうと思われる。地鶏とうどんの写真送っちゃった。突然のうどんって思われると思うけどごめん。なんかうどん食べましたーっていう一言を書かずに送っちゃったから、さっきのうどんの写真、うどんの写真送っちゃったけど、メール撮ってる人急にうどんの写真来たけど気にしないで、もう送っちゃったからごめんね。そう、自撮りです。まあいっか、お蕎麦じゃなくてよかった。星投げ電子グッド、ツイッターもつぶやけばよかったってすごい反省した。メールに長文送って満足してた。よいしょ。今日のね、星投げ講座のねページ数はね1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16ページ、16ページにも渡りますんで期待しててください。2周してきた、ありがとうございます。何分ぐらいで終わるんだろう星投げ。ギルバト終わったぐらいで星投げ講座すればちょうどいいか。40分ぐらいかかるよね多分。3周で2周カウント早っ。ショーゴルド買ったらレインボースターもらえるキャンプやってるのかな、どうなんだろう。ワイの教科書より熱い。資料を PDF で配布してください。確かに。ちょっとそれやってみようかな。
ツイッターに載せ方わかんないけど、ちょっとやってみよう。ツイッターに載せるんだったらさ、どれがいい？私さ、字がでかく書いたから、どうすればいいんだろう。今は短冊もらえます。あ、なるほど。その資料グッズで売れそう。疲れんか。そう、明日からイベントなんです。レインボー10連で2500ポイントは大きい。確かに久しぶりでも星3種覚えてる。さすが、さすが。てか別に動画にすればいいか、ペラペラめくっていけばいいか、ペラペラめくっていってそれを動画にすればいいか。てかビスの対象ルーム一覧全然出てないね。私誰が応募する、立候補してるとか全く知らないんだよね。全くっていうか、その自分がメンバーに聞いてる分ぐらいしか知らないから、早く出てほしいね、公式で。こんばんは。あかりんご。明日からイベントか。明日の配信はね、でもまあ仕事が巻くきと思うんだけどな、こりゃ巻かないかな。巻くと信じたら9時に始めれるけど、巻かなかったら9時15分いや20分。なんでちょっと嬉しそうな、イベント嬉しいよ、楽しみだよ。私こんなにメンバーの中でこんなにイベントをワクワクしながら待ってる人いないと思うんだけど、みんなさ吐きそうになりながらやるじゃん多分いや私も吐きそうだけどでも楽しみの気持ちもだいぶあるからイキイキしてます。しかも今回スケジュールが結構キツキツで忙しいそうなんですよ。だからやばそうなんですよね。そう、3時間だしね。ド M やんって、ネガド M なんで、はい。仕事巻くと思った方がいい、巻かないと思った方がいい。私的には巻く確率 50% 巻かない確率 50% ぐらいか、みんなが疲れてるのを見越して先生が早く終わらせてくれる可能性もだいぶあるんだよね、このスケジュールだと。9時に始めれるって嘘つくのと、確実に始めれるのは9時20分ぐらいなんだけど、どっちがいいと思いますか。空気読んでくる。いや、ショールームイベはあんま仕事は関係ないからな、勝手にやってるだけだから。うちらが9時前はないね、確実がいいと思う。分かった、
じゃあ9時20分にしよう。え、15分、いやダッシュで帰れば15分。9時15分、9時15分って言って9時20分になったら怒る？でも明日はずっと配信するんだよ。あ、変わらん？じゃあ20分にしよう。明日はさ、配信切ったりしないからさ、切ってるか間を空けたりしないからさ、怪我の心配してくれてる。じゃあ9時15分にしよう。9時15分、登録。あ、これ7月4日だ。ダメダメ、7月4日じゃなくて7月5日ね。21時15分朝できそう？いや、朝はだってイベント5時からだからさ、朝は関係ないと思う。ギルバト行かないですね。うん、くちゃんのダンスの仕上がり具合にもよりますな。でも私今日朝9時から夕方4時半ぐらいまでずっと今週のフリーの分全部やったから大丈夫。今週はね、レッスンで、ね、絶望することはないと思うから大丈夫です。もうイベントのために今日頑張りました。全然完璧じゃないけど、そのプラスでレッスンがあれば多分大丈夫。仕事をやった上でのね、ショールームイベだと思ってるんで、まあ、当たり前ですけど。そう、みちが助けてくれました。ありがとうございます。明日から頑張れる、頑張ろうねということで、今度みちになんかおごるわ。そうだとね、最終日はね、最終日はイベントの、やっぱりなんだろうな、夜配信ホテルに帰ってとかできなさそう。関東横浜のお話し会なと。親猫メール来た。いきなりうどんだよね、ごめんね。だからお話し会の合間でできるかできないかわかんないけど、うーん、ちょっとそれはもうちょっとあと3日ぐらい経ってから聞いていい？言うね、調節できるか言うね。まだわかんないからスケジュールが。早く終わる部のメンバーもいるみたいね。あ、そうなの？そうなのか。いきなりうどんってソロデビューの曲名っぽい。いきなりうどんって曲、どんな曲だろうね。うどん、お姫様に見ます。え、ありがとう。ちょっとさ、時間あったから
ブラウスも着て、カチューシャはねこれつけた方が楽なんですよね髪の毛やちゃんとしてる風に見えるから。化粧もしてみた、お肌ツヤツヤにしときました。いったこうやって毛が増えていく。今日ね揺れ旗すごかったですよ。19時台のもう負けると思ったけど残り1分30秒で勝った。逆転してマヒナ先生が頑張りました。あ、下が18なのバレた今。ああ立たなかった、よかった。めっちゃさ喉痛い。腫れてるわめっちゃ。腫れてた。龍角散もまめで送らないよ喉のガスを。龍角散のさ飴のさこの金のやつ、ヒョウ柄のなんか映った、ヒョウ柄のティッシュじゃない iPhone12 です多分。この金のやつこれ好きなんですよね。なんか普通の龍角散って結構薬感があるじゃないですか。でもこれは取れない。これはなんかこんな感じで白い甘い部分があるんですよ。だから食べやすい。ハーブ&マイルドミルク、うん、お菓子みたいな。だからこれが好き。ブルーベリー味とかあんの？医薬品ののど飴がいいよ。明日も喉痛かったらでもちょっと喉用の何かを買ってくるわ。とりあえずねマジでさっき痛くてロキソポルフェンみたいなロキソニンっぽいやつ飲んで風邪薬も飲んでマスクして喉は乾燥させないようにしてたんだけど、めっちゃ痛い。みんなこれは今はさ星解除までのさなんだろうインターバルタイムなんですか？3週50カウント終わったよ。え早っ。星解除何時に来るの？すごいね。無理しないで。ありがとうございます。みんなも無理しないで。
完了です。早っ、45分。小平が反響不安だったら、まあ、明日は関係ないけど15分20分ぐらいは配信あった方がいいんですかね。30分あった方がいいんですかね。集めるのに5分かかるな。そうだよね。21分かかりました。こちら班は精鋭部隊ですね。いや、もう舐めてたらダメだと思う。だってショールームイベ結構 ST のファンの人はみんなできるし、なんだ、だって私がさ好きなタイの時にさ2位になったのもさ、あんなのさ STU のさよくわからんさ子がさ急にさなんか2位になったみたいな感じじゃん。だから本当にショールームイベって何があるかわかんないんですよ。だから全然私は油断する気はない。みんなのことはとっても信じてるけど、あとこれの公約なんかお礼配信をしようと思ってます。これ言うの忘れてた、この前。これのお礼、もしこれをこれお礼配信しようと思ってます。1位になったら、今2位になっても3位になっても4位になっても5位になっても6位になってもお礼配信はするけど、その何あのの何バーンっていうやつをやろうと思います。おへそは出しません。へそ出さないよ。なんでお礼配信でおへそ出すんだよ。へそ出さないって、なんでおへそ出さない。半週5時間で終わりました。お疲れ様。いやだ、へそは見せん。へそ、へそだよ。いやだ、スクショ撮られてなんか福田あかりへそって検索してたとかそれ出てくるようになったら嫌だもん。今はギャグでおもろいけど、自分が10年後20年後にへその画像がネットにあるの嫌だもん。嫌だ。マイキはへそがない。そんなことないでしょ。カエルじゃないんだから。自分が出そうかっていいよ別に。別にへそ見たいとかじゃないから。やだやだ、絶対スクショ取られるもん、絶対嫌。けどお礼配信します。へえそうですかって。4K でスクショ撮らなくても映像倉庫に残るからな。やだ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 よ。おへそ見せない。
初めまして、初めまして、フォローしてください。明日の配信は21時15分からです。12時までぶっ通しです。あ、龍角散すごい、めっちゃ喉良くなった。もう一個食べよう。ゲリラが17時から21時までに配信の可能性ありますか？ないです。画面録画して 0.2 倍速にしてじっくり見るとかしない。絶対するじゃん。 0.2 倍速ってもめっちゃ遅いじゃん。福ちゃんは星集めに行ってるとき何してんの？私自分のおへそ確認してるから、見られてないかな。福田あかりへそで検索して画像落ちてないかなって検索、画像落ちてないかな確認してる。ゲルバトは10分からです。鬼かわいい、ありがとうございます。3周できた、すごい。半周できる人マジですごいと思う。私だって1周分投げるだけでも結構しんどいのに3周できるのはほんまにすごい。ほとんどここにいられない。でへそ出さないんで、あの出すとしたらみんな福田のファンが絶対集結してるだろうなって時に出すことにするから安心して。ツールあればワンクリックで投げる。そうなの、30分かかった。かかるよね。しかもさ、この時間はさ、ショールーム配信してる人多いからさ集めやすいですけどさ、お昼とかになっちゃうとさ、やっぱ集めづらいよね。欲しい。へそは親にし見せたことない、ね、いや、へそは親から繋がってたんだから、親は 見るところの話じゃないよ。親と繋がってたんだよ。え、お母さんってへそのを切るとき痛くないのかな。痛っみたいな、指切られるのと同じぐらいの太さじゃん。痛っみたいなのらんのかな。どうなんやろ。どう、お母さん、お母さんの人いるでしょ、多分見てる人の中でも。あ、神経が通ってないんだ。あ、それどころじゃない。なるほど。産む時にが痛すぎるから、もうそのへそのを切られるとかはあれか、大丈夫なんか、神経がないのね。不思議。ただのパイプってこと？じゃあ神経がないってことはその栄養とかをやる。不思議だね。でもさ、ハサミとかさないじゃん。昔はへそのどうやって切ってたんだろう。ちぎってたのかな。どうしてたんだろう。ハサミないくない。どうしてたの、へその。
ちぎってたのかな。急に気になってきた。原始時代とか、アダムとイブみたいな。鋭利なものはあるから。噛んでたの？石器でやってたの？レベソだらけって。動物は噛み切るのでそんな感じかも。へえ。3周完全達成を確認。すごい。みんな頼れる。勝手に切れんのかな。こんばんは。へその緒と台湾は通常2から10日ほど自然乾燥させると取れる。そうなんだ。よくできてんな、体って。初めまして、初めまして。すげえ。勉強になる。見たくなるね、ちょっと。じゃあへそが好きなのはどういうこと？へそ好きとかではないですけど。こんばんは。お疲れんこん。好きなパーツ？耳。自分は耳の耳は別に好きじゃないけど。他人のどこを見てるって言われたら耳見てるかもしんない。フェチってやつ。耳がこういうなってる子好きなんですよね。タムキチとかミユミユとかももちゃんとか。だから耳がでかいだけで顔ちっちゃく見えるから羨ましい。だって私の耳がこれぐらいあったらまた違くない？耳好き。あ、野島かなさんの意味もかわいいね。耳。笑顔として確かに。これね。耳たぶん大きい方がいい。そうだね。あ、宮脇咲良さんの耳も大好き。かわいい。まあ、私の耳はさ、ここだからさ、今まあ人間の姿になってるから隠れてるけど、だからこれは飾りなんですよ、私のこれは。イヤリング用にこれをついてるだけで、別に何の効果もないですよ、この耳は。私は本当はここなんで、今見えてないけど、ここに耳がついてるんで、ここで聞いてるんですよね。だからさ、カラオケ配信の人がさ、イヤホンさ、ここにつけたりするけど、正直あれは、なんだろう。演出？演出、あれはね、茶番です。仲間？だからさ、音楽とか聞こえてないからノリで歌ってる。だからいつも音外すのよ。なるほどじゃないわ。
ヘッドセットもね大変ですよ、あれは全然聞こえないから、なんでこれ聞こえないのにつける必要あるんだろうと。そうだから本当はここにつけたいんですけど、人前ではできないんで、ここにつけて、ここで耳、ここで聞いてる時の私はもうすっごいですよ、もうナナダイヤモンドの人もびっくり。へそセットじゃない、もうへそに聞こえるじゃん、なんでも、もう音取れまくり。もうまあめちゃくちゃ言うてますけど。あ、ダイヤモンドモンズね、ホントにも言われたわ。そう、猫は耳がいい。ギルバトのこれで解散済みのギルドですってなってる。ギルバトないんじゃない今日もしかして。何解散済みのギルドですって、うちらに恐れをなして解散したの？そんなことはないよね。え、どういうこと？回線中、え、ドラゴン出てるんだけど、いきなりどういうこと？え、終わった、風のギルド、一回見て、ほら一回声上げしただけで終わった、やば、え、なんだこりゃ、え、これでキューブとかもらっていいんかな、え、たまにあるの、マジなんでだろう、方向性の違いで解散したのかな、え、なんで、知らなかった、こんな、なんかもっとみんなを待機すればよかった、こんなんだったら私攻撃しちゃったじゃん、ミチからびっくりって LINE 来てる、ギルバドのことかな、初見ありがとうございます。知らなかった、こんなことがあるなんて。というわけで星投げ解説室で移りますね。目こすっちゃった、はい、皆さん、皆さん、明日から何がありますか？
シャレームイベント、そうです、明日からビスという雑誌に乗ろうっていう、その権利争奪戦のショールームイベントがあります。明日の17時から来週日曜日の20時までです。私はお仕事、私もです、私も立候補しました、一番で立候補しました。私はやる気に満ち溢れてます。久々の1年ぶりのショールームイベントでやる気十分です。はい、というわけで皆さんにはもう協力、皆さんの協力がないとこれは成し遂げることができないイベントになっていますので、皆さんにショールームでの星投げ3周のやり方をお伝えします。イエーイ。星投げ3周っていうのはですね、まずゆったり説明しますね。ゆっくり説明していくわ。はい。星投げ三周っていうのは、まあ、星投げるのは分かるじゃないですか、このショールームのベベベベベベって。でその星が5色あって全部99個溜まってる状態で、 99×5 色を全部ここに投げる、それが一周です。それを1回の配信で3周しようというのがやり方です。でこれを全部やることで1000ポイント以上稼げるんですよ。そう、クマ投げる以上のポイントが稼げます。はい、というわけでこれのやり方をねやっていきたいと思います。パチ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 、紙芝居屋さんです。まず1780ポイント、すげえ。はい、まず配信スタートの2時間前、これさ2時間前でいいのかな、1時間半前まで説もあるんだけど、2時間前にしてます。とりあえず私の配信は1回1回が短いと仮定して、配信スタートの2時間前までに星99個かける5色を満タンにしておきます。まあ、2時間前までにっていうか、なるべく早く集めておいてください。これはまあ普通にできると思います。捨て星の1時間以上前、あの私の説明とともにコメント欄の有識者の方々のコメントも見ながら参考にしてください。捨て星したい時間の1時間前まで、捨て星の1時間前、捨て星の1時間前です。はい、星の1時間前までに満タンにしておきます。はい、2、配信スタートの50分前に他ルームに一部屋に他ルーム一部屋に入り星5個かける5色をもらう、これが捨て星です。捨て星っていうと星を捨てるのかなって思ってる人もいると思うんですけど、まあ私はイメージ的にはあふれ星、こぼれ星、こぼれ星だと思ってます。本当に他のルームに行って星をペペペペペペって投げちゃダメ。自分の星が満タンの状態で星を獲得する。あ、45分前の方がいいの？分かった、45分前ね、45分前の方がいいんですか。え、星5個かける5色10個もらえるの今。マジ？マジか。めっちゃおもろ、めっちゃ入らすんじゃん。
ろいろ直さなきゃな。よかった、ツイッターに載せる前にみんなに確認してます。またこれはとりあえず星10個ね。でこれ45分前にします。初心者向けの説明にしないとね。初心者じゃない人はこんな説明なくてもできるから。よし、はいはい、45分前にホカルームに入り、一部屋に入って星10個かける5色をもらう。 SM20 必要、それな。はい、次、配信がスタートしました。手持ちの星を全部投げます。そのさっきまでに集めといたやつを全部投げます。その時に初めの10個ずつは30秒以内に1色ずつ投げた方がいいです。ちょっと注意事項的なことは後でまとめてやりますね。なんでかっていうと、私のルームを見ることでのボーナス、私の配信の見ることによる星集めも入っちゃうので、投げてる途中で星が溢れちゃうんですよ。だから黄色10個、青10個、緑10個、オレンジ10個、紫10個ってやってから他の89個をブワーって投げてください。はい。そしてそれ投げ終わったら、これで今ので一周できましたね。そして全部投げ終わったら星集めに行きます。でこの時は2で捨て星したので、その他の人のルームに1回だけ入って星をこぼれさせた、こぼれ星を刺したので 90×5 色までしかたまりませんので、お気をつけください。あ、 80? か、すいません、すいませんね、ありがとうございます。福ちゃんルームで10もらうから80。確かに、確かに80個までです。確かに、福田ルームでももらってるのでプラス、福田ルームの分もあるので、はい、次5戻ってきて集めたら、その 80×5 色を全部投げ、ほぼ全部投げ、これで2周、これで2周目終わりました。はい、で6、制限解除後、制限の話は後でします。とりあえず制限があるんで、制限、星回収制限ってのがかかっちゃうんで、その星制限解除後
再び星集めに行きます。これでは満タン99×5食たまりますよね。貯めに行きます。またこれ以内に80か止め、あ、そうなのね。はい、で全部集めたら戻ってきて星を全部投げて完了。あ、そこでも80と10に分けて投げた方がいいのか。90で戻ると10もらえる。この99×5食っていうのは消そう、ややこくなっちゃうから。確かに。なるほど。じゃあ、また3週目の時に、3週目、6の時に、途中、1回、福田ルーム、戻って10個投げてから完璧。はい、3週目の時途中1回福田ルームに戻って10×5食投げると完璧。はい、ですね。はい、で集めに行ってもう1回戻ってきて星投げして、これで3週完了で完了。イエーイ。はい、さすが有識者の皆さん。はい、そして大事な注意点、空いた時間に毎配信50カウントをする。50カウントとはコメント欄に1数字打つ、1送信、2送信、3送信ってやること。なんでその数字を打つかっていうと、数字じゃなくてもいいんですけど、50回コメントするの大変じゃないですか。こんにちは、はじめまして、今日も頑張ろうねみたいな、まあ、50個もコメントするの大変じゃないですか。だからとりあえず今やってみてください。あの今ね、あの失敗してもいいんで、1から50まで、別に1から10を5回でもいいんですけど、コメント50回もできる人はもう50回でもいいんですけど、とりあえず手っ取り早く同じコメントでも大丈夫ですけど、はい、数字でやると数字の1から50はこのコメント欄に表示されないんですよ。だからこのコメント欄にこう溢れないからいいねって感じです。
数えながらできるしね。だけど50の時だけ1送信2送信3送信でわーってやって444545464849、50完了とか、それだけ50完了とかしたら、50コメントありがとうございますとかなるので、多分50の時だけ50終わったよとかコメントしてくれたら、もううわーなんて偉いんだってなるので、そんな感じです。で50も普通でも大丈夫です、そういう手もあるよっていう。終わったね。はい、でコメントカウントしたらいいと思います。それは相手の時間にやってください。はい、で注意点、猫が解説してますね。注意点、ギフトはなるべく10個連続で投げること。なぜならギフトを10個連続で投げると 1.2 倍のボーナスポイントになります。だから星を10個ベン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 ってやったら10ポイントじゃなくて12ポイントになるんですよ。なんと10個連続、なんかさ10個連続で星投げたらさ、ベン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 シャリシャリシャリみたいな、なんかエフェクトじゃないけどなんかかかるじゃないですか、ベンベンみたいな、それを出たら天才だから100だから、まあ極論なんか有料版ギフトは無料ギフトもそれは一緒なんで、まあ、もしねギフトを投げようかなって思ってくださってる方がいたら、全然ギフトの共有とか強要とかじゃなくて、もしギフトを投げようかなと思ってる方、例えばクマ投げようかなって思ってる方、それ1000ゴールドじゃないですか。でだけどそれよりはタコ100ゴールドを10個投げたら、タコ10個の方が1200ポイントになるから、同じやつでもいいっていう、同じゴールドだけどポイントは 1.2 倍だからいいよねみたいな、そういう感じ。そうだけどタワーもありがたいけど、タワーよりもクマ10個の方が1200ポイント1万2000ポイントになるねみたいな、そんな感じです。星も同様で、星を10個投げると12ポイントになるので、あとレインボースターもありますね。それもそうなんです。しかも今回有料ギフトは 2.5 倍のパワーがあるっていう初の試み、私の中では。あ、3000の最高までなの？あ、そうなの？エフェクトがかなるの？そうなので、まあちょっとその辺もいろいろ大変です。今回タワーは違うの？あ、そうなんだ。10個いっぱいのやつじゃないんだ、タワーは。そういうことか。タワーは2.5倍とかにならないらしいです。え、じゃあさ、クマ10個投げたらさ、何ポイントになるんですか？ 1200 ポイントの 2.5 倍？それとも、1000ポイントのかける10の 2.5 倍？うん？タワー自体がなくなる。ああ、なるほど。最高までか、じゃあ3000ゴールドの。ソーリー。なるほどね。そっちか。だから1点、2倍のはなくなるんだ。だからクマ1個だったら1000の 2.5 だから2500ポイントで、ってことか。だから1.2倍のことは星でしか関係ないってこと？え、3倍になるの？マジ？ 3 倍？タコ
去10で2500ポイント。マジ？やば。マジか。2.5 倍の 1.2 倍。あ、倍の倍ってこと？マジか。なんで？なんでそんな仕様に？はぁはぁはぁ。了解。だから、クマ10は、1000×10×1.2×2.5 か。タコ10は3000。タコ10で3000。難しい。そんな感じ。クマ10は3万。やば。マジか。やられた。はい。こんな感じで、ちょっと一回考えないの、数字のことは。はい。次。SMS 認証を絶対しましょう。 SM 認証は携帯電話の番号のことです。しないと星投げが無効になります。うん、私はこれをカホちゃんのイベントの時にやっちゃいました。 SMS 認証を一回もしてなくて、星いっぱい投げたけど全く意味なくて泣いたってなったね。ツイッター連携だったじゃないですか、前までは。だけどツイッター連携じゃなくはもう関係なくなって、 SMS 認証になったが必要になった。で SMS 認証の言い方は、自分のこのマイページ、このバナーのこれのマイページアカウント設定でこうありますんで、こういうのが。で、上から2番目、 SMS 認証しましょう。これが一番大事です。 SMS 認証今してください、皆さん。ツイートボーナスとかがなくなってるんで、 SMS 認証が重要になります。多分これは複数アカウント防止のためだと思います。はい、一つの電話番号につき一個のアカウントしか作れないようになってます。はい。で、注意点、複数アカウント禁止。これはなんか一個の携帯でいっぱいアカウント作ってやったりするとなんか減らされちゃうんで、その分のポイントなんかわかんないんですけど、なんか減らされるんですよ。どうやってやってるのか知らないけど。完了してます。大丈夫です。大丈夫。複数アカウント禁止です。そしてステボシは一回だけ、あのステボシするために他のルームに一回入ると思うんですけど、あの星解除の時間の時に設定起点を作るために、その時に他のルームに一回入って出て、でもあこのショールーム見たいなと思って入っちゃったら、星捨てを2回、捨て星が2回することになっちゃうんですよ。そしたらまたもったいないので、その場合はもうログアウトして見るとか、ログアウトって一瞬でできるんで、その横のバナーのとこからログアウトしちゃうとかしてください。捨て星は1回だけにしてください。そしてツイートボーナスはなくなりました。前まではこのツイートボタンでツイートしたら星が10個もらえたりしてたんですけど、それはその仕様はなくなったので、あのツイッターで拡散してくださるのは嬉しいんですけど、それで星がもらえるということはなくなりました。捨て星の前まで入っちゃうと時間ずれちゃうね。そうだね。 SMS 認証して安全安全、大丈夫だよ。はい。で、あ、そう、ブラウザで見ればいいね。そうだね。で、有料ギフトはポイント 2.5 倍。まあ、これはね、さっき言いましたけど、 無料ギフトの充電は 1.5 倍だから、
有料ギフトは 2.5 倍だから10連しなくても 2.5 倍ってことか。だから有料ギフトは1個投げたら 2.5 倍で10連したら3倍ってことか。あ、今解決しました。はい、イベントページの有料ギフト1ゴールドイコール1ポイントが気になる。え、どういうこと。そして一番大事なのは星集めから帰ってこようということです。皆さん星集めに行ってなんか可愛い子がいたらそのままステイしちゃうかもしれないんですけど、1分1秒争うので帰ってきてください。じゃないといじけます、いじけます。帰ってきてください、一番大事です。これがもう星集めれなくてもいいからとりあえず帰ってきてほしい、それが一番大事です。ハートがピンクなのは私のルームで十分っていうね、はい、帰還してくださいね、無事に。あの星1個ぐらい投げてもいいかなって言って他のルームで1個とか2個とか投げないでください。それを100人がやったら100ポイントなくなっちゃうので、ビュンということで一つの星も無駄にしたくないのでよろしくお願いします、はい、そして星は1時間に500個までしかゲットできない。なんで捨て星とかそんなめんどくさいことすんのっていうと、このルールがあるんですよ。星が1時間に500個までしかゲットできないっていうショールームの仕様があるので、1時間に1時間の起点を配信中に作ることで星を1個でも多く配信 1回の配信のうちで投げようっていうことがあります。はい、なので捨て星とかがあるんです。だけど難しいですよね。だからこのなんでやるのって時、人は星は1時間に500までしかゲットできないからなんだなって思っててください。 SMS 認証してた。何か始まるの、明日からショールームイベントが始まるのでよかったらフォローして星投げに来てほしいです。そう、初めに1時間カウントをスタートさせるために起点作りです。はい、で配信が連続して行われるときは毎回3周できるわけじゃないので、3周できるのは基本的にはその日の配信の最初の配信と思っておいてください。特に明日はもう9時15分に配信始まったらずっとぶっ通しで、まあ1時間ごとに更新はするけどぶっ通しでやるので、正直3週1回目の配信でできなくても取り返せるんですよね、連続してやるから。だからそんなシビアにならなくてもいいかもしれないです、その配信が連続してるときは。そう、自分が見る最初の配信、事前に配信時間お知らせお願いします。はい、そう、配信と配信の間が何時間空いたら3周できるんですかね。3時間ぐらい?2時間半?2時間空くと3周できる。なるほどなるほど。あと5分で制限解除するけど説明聞いといた方がいいか。そうだね、今日は聞いといてほしいかも。2時間 ?3 時間の人と2時間の人がいるぞ。どっち?例えば6時の配信で3週なら次は9時の配信で3週できる。なるほどね、3時間か。え、開始から開始が3時間ってこと。はあ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 、開始から開始が3時間ね。了解です、了解です。2時間で捨て星できなくない。確かに、はい、あ、でもカウントは毎配信できるんで、カウントは毎配信できるんで、カウントはショールームが
3時間だけどそのために休憩すると全体的にポイント減る。なるほどね、了解。まあ、基本的には1時間ごとにできたらいいんだけどね。カウントは1時間ごとに配信が始まる通知が来るためにカウントはしてください。そして3週が難しかったら、はい、今の説明を全部聞いてた人でも、いやちょっとなんかいろいろやること多くて3週とか無理そうだわ、やる前からやる気を失ってきたってなりますよね。そう、数学のなんか二次関数を初めて習った授業の後の気持ち、なんやねんこれ、なりましたよね。難しいです。はい、大丈夫。そんなあなたに、あなたもこれを見て、とりあえず2週は確実にしようの作戦、3週は賞味むずい、だいぶ手慣れてないとできないです。だからとりあえず2週を確実にしましょう。二次関数が好きだった人の話は一回見たくはい、2週は事前配信後、配信を事前に始める前に集めておいて満タンに、で配信始まったら全部星を投げて、ですぐ星集めに行って配信中に戻ってきて、配信中に集めてきてそれを全部また投げる。そしたら2週完了。これをできたら、できる人が一人でも多いと全然違うんですよね。すごく助かります。なのでこれ3週のやつを聞いてもうちょっとうげーってなった人はとりあえず2週をお願いします。配信1時間前までに満タンにしといてください。そして50カウントすればもう十分ポイントが入るので、2週をとりあえず完璧にできるようにしましょう。はい、これはかなり重要です。で、自分の1ポイントが何の意味がある、そんなんクマ10個投げられたら全く太刀打ちできんやんって思うでしょ。そんなね、あのね、言っちゃえばね、どこのレモンもそんなお金が湧いて出てきてるわけじゃないから、結局欲しいのって地盤を固めてるのが強いんですよ。で、私は今までショールームイベントは皆さんの欲しいで地盤を固めてやってきたっていう自負があります。なので欲しいを絶対に見くびらず、星を見くびらず、星を投げることが大事。積み重ね、自分の星1個がカウント1個がちっぽけなものに思えてくると思います。でもそんなことない。だって星投げそれだけで1000ポイント以上入ったりするんだよ。すごくないですか。普通に1000ポイントってね、クマ1個投げるより多いのが入るってことですから、星だけでも100以内いけたりする。そうなんですよ。なので1票1票1星を無駄にしなせずにしていきましょう。はい、そして自分は何をすればいいのって思う人、とりあえず星投げたりカウントしたりして、どうしようってなったらコメントをたくさんして盛り上げてください。なんかショールームイベント期間中あるあるで、みんな星集めに行っちゃってここに人がいないみたいな、あとコメントする余裕がない、必死で投げてて1分1秒争って星集めに行ってるから、みんな余裕がなくてコメントしてくれる人がめっちゃ減るっていう状況になるんですよ。特に配信開始5分間とかだから、コメントして盛り上げてください。もうこんにちはとか頑張ってねとかいうコメントでもいいので、とりあえずあの暑さが伝わってくるとき、ありがとうございます、コメントしてください。はい、本当にね、星解除の時間とかで、ね、急にみんなが何も言わなくなって、あれバグったってなるから、はい、コメントしてください。あと
SNS などで協力を呼びかける。これはすごい大事。なんか LINE とかで自分の友達とか家族とかに、なんかショールームっていうアプリでこれを星集めてやってみてみたいな言ってくれるだけでも全然違うし、本当一人が協力するきっかけを作るのって本当に大変なんですよ。だから、そうなんだろうな、そのリスナーを一人増やすのって本当に大変で、私の努力だけじゃ多分できないことだから、みんなが友達とか家族とかに言ってくれたりしたらもう本当に嬉しいし、SNS とか Twitter とか、なんか Twitter しかちょっと思い浮かばなかったけど、なんかいろんな SNS がありますよね。あの SNS とかでショールームのリンクをツイートしてくれて、星だけだけでもよろしくお願いしますとか、定期的に SNS 認証をしてくださいねとかいうのをつぶやいてくれるだけで全然、それで一人気づいたらもう儲けもんじゃないですか。その SNS とかで福田さんが頑張ってるのでよろしくお願いしますみたいなのを言ってくれたり、私のツイートをリツイートしてくれたり、フォロワー166めっちゃいるじゃん。そんなの、そんなのね、フォロワー数どうこうじゃなくて、いかにその自分たちで盛り上げるかって大事だと思います。なのでその私のツイートをリツイートするとかリプライをしてくれるとか、自分でイベント応援よろしくお願いしますってツイートしてくれるとか、そういうのがすごい私も見るし助けになるのでよろしくお願いします。はい、あ、そしてこれね、3週目の時、これはまあ途中で入れましたけど、はい、まあ、これはいいです。最後、みんなで協力して楽しくハートフルに平和に頑張っていこう。1位目指して、えいえい、おー、ということで、はい、皆さん以上が、ちょっと長くなる、何分ぐらいやってた、40分ぐらいやってましたけど、これ以上が私の出せる今の情報になります。で、なんか他のルームとかも結構こう多分ショールーム中こうなるんですよ。みんなのスケジュールとかも違うし、だけど焦るし、私もなんかどうしようとかあーってなるけど、極力イラつかないでほしくて、悔しい気持ちとか嬉しい気持ちとかいろいろ一喜一憂するけど、まあうちはうち、よそはよそって感じで、あの平和にハートフルに愛を持っていきましょう。まあみんなのことを心配してないけどね、そういうとこは。はい、みんなで協力していきましょう。私のモットーはハートフルなので、で私はなるべくその配信も何なるべくね、その眠かったり仕事のからダッシュで帰ってきて超疲れてたりする時もあると思うけど、なるべくもうニコニコ笑顔でやるって約束するので、朝眠くても面々パッチリってやるので、皆さん一緒に頑張ってくれると嬉しいです。そして配信が1個の配信が短くなってブチ切りブチ切りになって通知がめっちゃ来ると思うし、ツイッターでもツイートが増えると思うんですけど、ショールーム関係のなんかそれもうんざりせずに1週間受け取ってくれると嬉しいです。そして皆さんも寝不足とかなんかいろいろ仕事の合間とか無理してくれる人もいると思うんだけど、なるべくまあなんていうの、体に不調が出ないようにあの無理しないで頑張ってください。レインボースター余ってる人はこのイベント中に投げてください、ぜひ。はい、結構あっという間に終わっちゃうと思うんで、1週間で1人1個投げたらっていうのが全然違うんですよね。本当に投げる人が1人増えるだけで全然違うので、本当によろしくお願いします。あ、壇上読みもしますよ、もちろん。私あと終わった後、イベント終わった後はあのイベントの貢献ランキングのトップ100が出ると思うので、その人のお名前もシライブみたいに読み上げようと思います。はい、レインボースターはね、ショーゴールドを購入したらたまったりしますね。あとチャレンジをしたり、チャレンジっていうのがあるんですよ、ショールームのこのバナーの横のところに。レインボースターは1個100ポイントです。タコ1個分です。
66個もあんの、すごっ。レインボースターって10連で300なの？マジか。3000なの？そうなの？3倍で、レインボースターも3倍のブーストかかるんですかね。 1.2 倍はかかるけど、 2.5 倍のブーストもかかるんですかね。あ、イベント中は3000なんだ。なるほど。じゃあレインボースター10個で3000ポイントということで、有料ギフトポイント 2.5 倍の恩恵を受けれるから1個で250ポイントで、じゃレインボースターは1個投げたら250だ。ブラウザから購入で、ブラウザから購入でレインボースターがもらえるのね。難しい。ちょっとこの 2.5 倍とかが私初めてなので、ちょっと理解しきれてないとこがあるんですけど、皆さんいろいろ教えてください。とりあえず星とか、まあ、何でも投げるんだったら、 どうせ投げるんだったら10連みたいな、そういうイメージでいてくれればいいかなと思います。何のイベント？雑誌に載るイベントです。ビスっていう雑誌に載るイベントです。ツイート作ろう、明日のためので。明日の配信、あ、待って、明日の配信予定をとりあえず貼ろう壁に。I love you baby baby baby、 お見舞いてくれ、誰かにミス、よいしょ。明日の予定は7月5日か、7月配信、まあ明日はね、あの3時間使い切れないんで、私のスケジュールのせいで、あんま配信予定って予定でもないんですけど、とりあえずでも初日出遅れちゃうで、5時からできないことで、めっちゃ怖いですけどね。仕事しながらショールームイベントページ何回も多分確認するんだろう。あ、見えるね、意外と。明日の目標はめっちゃ他のルームに抜かれてる分であろう分を取り返して、毎日1位で終われるように頑張りたい。それが目標。よし、明日の配信予定こちら。めっちゃ斜めだ、こうすればいいか。明日は9時から9時15分から1時間ごとにやるだけなんで、あんま予定っていう予定でもないですけど、見えますよねこの太さだったら。帰りが早ければ9時15分より早く始めますか。いや、始めないことにする。始めません。9時15分に始めます。まあ言うて15分だけだもんね、ロスすんの。刻めないのがあれだけど、見えます、よかった。なんで捨て星は8時半ぐらい、もし早く帰ってくれても早めに始めないようにします。
でもここで参集できなくても大丈夫ですよ、全然。遅れる可能性はまああるけど、半までには絶対始めれるかな。7時半までに満タンで、8時半にしてほしい。今チャレンジでギフト20個分ゲットできるよ。あ、七夕のやつね。チャレンジはね、結構ちょこちょこいろいろもらえるんで。してほしいは8時半です。やる気がみなぎってきました。紙芝居はツイッターとか載せてるんですか？いいよ。私のこの何ツイッターとかに載せる予定帳とか、そのなんかいろんなやつとかは全然引用して全然つぶやいてくれて、あと何こういうのとかスクショ撮ってもらった方がいいんで、スクショ撮ってもらおう。スクショ撮ってください。はい、こういうのをねぜひつぶやいてください。45分ぐらいにしてほしい。レジャーで、なんか私のファンの人が結構なんだろうな、福田あかりとかでツイッターで検索したら、まあ、ショールームの福田あかり配信中がバーッて出てくると思うんですけど、なんか結構ファンの人が予定とかつぶやいてくれてたり、何時に捨て干しして何時にこうすればいいですよみたいなのをまとめてくれてる人もいるので、もう私結構実際それ見て自分の予定も立てたりしてるんで。そういうのを見てやるのも手です。45分だと23時の頃ずれていく。あ、そうなの。え、何時にスタバすればいいの。じゃあ明日は40分、くだあかりで誤差しちゃうのもありです。イベント中はなんか普段はあんまりしてほしくないけど、くだかいレゴさしてなんかまとめてくれてる人とか、イベント用のタグ作るとか、なんかあったね。なんかそういうの、その人フォローしようかな。え、めっちゃいいと思う。したらいいと思う。本当に40分が適正ですかね。ほうほうほう。最後の枠が1時間ないからずれたら2周で金人出てきそう。明日24時の時間いっぱいまで配信してするよ。へそは関係ないから。ハッシュタグビス。8時40分までに満タン。8時40分捨てほしい。メモろ。何にしようかな。ビス。ビス。ビス、服ビス、ビス、
一瞬怒らされたらやめてくださいね。多分大丈夫だと思う。カリンゴ、ビス、ビス。ダメだ。え？くん。でも。ビス、ビスに乗りたい。福田。ビスに。ビス。福。ビスに。ビスに乗り、福田ビスに乗りたい、あ？ビスに乗りたい福田、福ビス、いい案がないな。福田ビスに乗るってよ。福田ビスに乗るってよ。なんとか部活やめるってよ。九島部活やめるってよみたいな感じで。福田ビスに乗るってよ。どう？福田ビスに乗りたいってよ。福田ビスに乗りたいってよ。広島部活辞めるってよ。あ、辞めるってよ。福田ビスに乗りたいってよ。あー、乗りたいっていうのがいいね。福田ビスに乗り、なんか、え、呪文みたいなの来た。福田ビスに乗りたいってよ。福田ビスに乗りたいってよ。福田ビスコ毎日買うってよ。違うやん、それはもう。福田ビスに乗りたいって言うんですよ。福田ビスイベ勝ちたいってよ。あー、いいね、それも。福田ビスイベ勝ちたいってよ。あー、語呂いいね。福田ビスイベ勝ちたいってよ。福田ビスに乗りたいってよ。あー、まあでも乗ることが目的だからな。福田ビス、福田ビスに乗りたいってよでいいや。いろいろ考えてくれてありがとう、みんな。っていうタグを
タッチすれば有識者の方々のツイートが出てくるように してください。よいしょ。楽しい作ろうツイートハッシュタグ。よし、みんなのこと頼りにしてるから、なんか初めてショールームイブ参戦するよみたいな人もさあ、これをきっかけに一緒に楽しんでくれたらいいな。イベントこれって明日に星様投げたらいいんですか？そうだよ、明日以降、明日から1週間配信来た時にお星様投げてくれたら嬉しいです。ありがとうね。イベントは明日からです。明日の配信時間は21時15分から22時16分に22時16分から23時17分3本気で。ツイート、明日から1年ぶりのショールームイベントがスタートします。明日の配信時間は21時15分から22時16分、22時16分から23時17分、23時17分から23時59分です。7時40分までに星満タン、8時40分ずつ星、本気で全力でやるので星がカウント、よろしくお願いします。スマホ用のスコスコツールは
星投げカウントが入れやすいだし、そのツールとかがちょっと理解できなくて、あとそれが正規のルートなのか分かんないから、あんまりこっちから言えないっていうのがあるけど、いろいろあるんだね。楽しんで参加してもらいますわ。ありがとう。もう一度スクショタイムしよう。やっぱメンバー振らない方がいい。そうだよね。じゃあ何も言いません。で、SMS 認証が必要なこととか、今日の星投げのこととかをまとめて明日ツイートしようか。今日の夜まとめるわ。今日の夜この画用紙とかのやつを全部きれいにまとめてツイート作るわ。 SMS 認証とかのことも。で、明日の、いつにツイートしよう、まあ、昼過ぎぐらいまでにはツイートするようにするわ。それでどうでしょうか。明日から1年ぶりの初年目でスタートします。よし、ツイートします。ツイートします。拡散お願いします。よし。よし。捨て星っていうのはね、星を満タンに集めといて、でもその上でもう一回他のルームに入って星をもらって、でももらえないみたいな、星を溢れさすことかな、自分の持ち物ボックスから。ショールームの仕様で星が1時間に500個までしか貯めれないの。だからその1時間の起点を配信中に作るために、配信の前に星をそうやって溢れさすことで起点を作るっていうことなんだけど、難しいから、とりあえず星を配信が始まる1時間前までに集めといて、配信が始まったら星を全部投げて、その配信の間にもう一回星を集めに行って、で集め切って投げてくれたら完璧です。
はい、まあみんなで助け合っていきましょう。わかりました、ありがとうございます。ありがとう。まあ結構難しいので、ね、ショールームのこの仕組みとかも結構健康とかもあったりして昔とかあったりするから難しいので、なんか Google とかで検索していろんな記事を読んでみるのもいいと思うし、いろんな配信者さんがまとめてるのがあるのでそれを見るのが手っ取り早いかなと思います。そして実際やってみて何回か失敗したら身につくから、そう、何回か失敗することも重要かと思います。そう、やってみるとね意外とできるとか、あとここがちょっとむずいだなとか、極め出したらねもうキリがないっていうか、極め出したらもうねここの5ポイントを取りに行くかみたいな話になってくるので結構難しいんですけど、とりあえず楽しんでモチベを保ちながらやることが大事、折れない心が大事なのでまあチャレンジだとりあえずやってみよう的な、行ってみようみたいな感じでやりましょう。楽しみながらやっていきましょう。私もニコニコ配信を心がけるので、はい、大丈夫。15分配信で3周できた時嬉しさ、15分で3周できたらすごいねでもやり始めたらね楽しい。そう、あともう何よりも SMS 認証をしようっていうのを広めないとこれはダメだなと思うから、 SMS 認証をしようっていうのを配信ショールームイベント始まってももう口酸っぱく言うね、もう20分に1回ぐらい言うね。SMS 認証もうみんなが頑張って集めてくれた星が無駄になるのが本当に嫌だから、なんか有料ギフトはさ SMS 認証しなくても入るっていうのがちょっとずるいよねあ、壁に貼っておこう。確かに、てかさ2週の場合はさ1時間配信の1時間前にすればいいんだよね。2週は配信の1時間前に満タン。はい、確かにアバターにマークついてる。経験者は語る。ショールーム、SMS 認証ってどうやって書くんだ、認証、認、認証がわからん漢字が、あ、ありがとう、証拠の証か。
ツイッター連携の時代に取り残されてるわ私。認証しないと星投げできないようにすればいいのに。確かに。お、ちょっと斜めってるな。まあいいか、まあ、徐々に改善していこう。楽しいね今日。あ、明日不安だな。5時からできないのマジで不安。不安だけどやるしかない。頑張ります。認証しないとポイント反映されないよ。よろしくお願いします。ドキドキとワクワク、どっちも楽しみましょう。お、また出るのかよ。出るやん。またって また1年ぶりだからね、言うて。またって言うけど、だって前はさ、もう3ヶ月ごとぐらいにさ、配信あったからさ、ショールームイベントの。あれだけどさ、感覚バグってたけど、言うて1年ぶりだから。1位になってて落ちたのに出るなよ。確かにそれはごもっともだけども、ごもっともだけども、まあ何事もやってみなきゃ分かんないので私はやるのみ。っていうか自分がなんかモデルの仕事したいとかファッションのお仕事したいとか言ってるくせにこういうのを出なかったら、いやあなたやりたいんじゃないのってなるくないですか普通に。だから口で言うだけじゃなくてこうやって自分でゲットできるチャンスは取りに行って、本当にこういう仕事がやりたいですっていうのを見せていきたいと思います。星投げに来ていいですか。ぜひマイページのチャレンジからレインボーストアをゲットするのも良いですね。だね。チャレンジ皆さんチェックしてください。こんばんは。こんばんは。それはそう、ありがとうございます、分かってくれて。私も別にぼーっとしてて仕事が舞い込んでくるようなそんな芸能人じゃないから、なんだろうな、ほっといたらビスさんの方から久高里さんぜひ乗ってくださいって言われるような人じゃないじゃないですか。どう考えてももしそんな人だったらもう今イベントする暇ないから引っ張りだこだと思うし、だからうーん、なんだろう、こうやってみんなと一緒に何かをつかむっていうのがすごい好きだしチャレンジしたいなって思うのでよろしくお願いします。ドキドキ。自分のポイントはどこで確認するの？自分のポイントはイベントが始まったらイベント貢献ページっていうのができるのでまたお知らせしますね。クマとかも投げていいですか？ぜひ、あの本物のクマ投げないです。あのギフトのクマですよね。クマちゃん、うちにもクマちゃんいますよ。ありがとうございます。いや
なんかずっと喋り続けたな。11時半じゃんもう。え、待って、1時間以上喋ってる。くまちゃん失敗するかもしれないけど頑張って捨て場所とかできるように頑張ってです。ありがとうございます。確かに喉が治ってきた。喉の調子が上がってきた。声出しできてきた。熊手ならセーフ。声出てきたね。でもやっぱ喉飲み込んだら痛い。ロキソニン飲んでてこれだから。風邪薬飲んだし、ちょっと明日もやばかったら一回薬局寄ろ。昼ショールームはスマホからだけじゃなくてパソコンとかタブレットからも見れるので星集めに活用したりしてもいいと思います。寝落ちしないで頑張ります。お互い頑張りましょう。みんなをこうやってなんだろうな、みんなとこうやるの好きだし、みんなにこんな頑張ってもらうからには私も全力で頑張るので、時間もしっかり守って予定立てたらなるべくね、仕事がずれたりしたらあれかもしれないけど、なるべくそういう場合は早めにお知らせするし、メールとかもいつも通りサボらずに送って、ちゃんとやることやった上でショールームイベントに取り組もうと思ってるので、心配しないでください。よろしくお願いします。いや心配はしてほしいな。心配はしてくれ。不安だから、不安だからちょっとよしよしはしてほしいけど、よろしくお願いします。私お話し会とかも今月今週あるから、なんかお話し会、リアルお話し会でさ、イベント中にお話し会でさ、やばいねやばいね、どうするこの後抜かれてるかなこの間にとか言って言いながらやるのもちょっとおもろいかなって思ってるんで、こうやってみんなとねいろんな仕事があるのもありがたいし、いろんな気持ちを共有できるのが面白いので触れないようにします。だって明日月曜日、え待って、今日登録発表じゃなかったっけ、明日か。明日か、はいはいはい、そう愛媛でね、トラブとトラブと1位2位を争った時に終わったうわーって言って、その後なんか得点会みたいなやつでみんなすごい何とも言えない顔してたのが今でも覚えてる。四国のメンバーもめちゃくちゃ協力してくれて、マジで人の優しさ、ショールームイベントしてるとほんとさ周りのメンバーの優しさがさ身に染みるんですよね。優しい、みんな、はい、でもねなんかああいうライブがあったのは嬉しかったな、なんか、はい、仕事があるのは嬉しいことなので頑張りたいと思います。父ちゃん目つぶりながら走ってた。そう、かわいい。みちもなんかさ、一回なんか話題になってたよね。なんかこうね、みたいな、ね、寝落ち配信みたいな。いやでも3時間イベになってよかった。かわいい。それが普通なの。眠り姫って。通常運転でそれなのか。頑張ろう。頑張ろう。いや、寝落ち配信。私だってショールームイベントで
寝坊とか寝落ちとか多分したことないと思うけどな。やばい、こうなってたことはあるけど、基本寝落ちはしてないと思う。すごい勢いでバンにはならない。福ちゃんが織姫様になることを証明書しない、それかっこいい。かっこいい。明日仕事の前にいろいろ買い出しに行こうかな。画用紙とペンと、あとなんか配信の企画に使えそうなものをいろいろ漁ってこよう。なんかおもろいことしたいな、せっかくだったら。せっかく長時間配信するし、なんかね、いつもやんないことやりたいしね。いろいろ明日考えよう。あ、顔文字総選挙いいね。顔文字総選挙やろうか。顔文字総選挙やりたいな、久々に。ファッションあるある、確かに。チーク菓子ね、チーク菓子もね、楽しいよね。ありあり。配信のネタも募集します。ホロ酔い配信はしません。ダメダメ、このイベント中にお酒飲んだら私次の日多分配信出てこなくなっちゃうから。私本当お酒飲んだらマジ寝るのよ。だからダメダメ。めっちゃ好きだった顔に掃除機。嘘、顔の筋肉柔らかくしとくね。あ、大喜利ね。カラオケも、喉が治ったらカラオケもやろうかなって感じ。治らなかったらやんないけど。そう、なんか公演とかやってもいいかもね。まとめて、なんかブチブチ配信の時はできないけど、まとめて配信できる時は、しなきゃいけなくなっちゃう時、明日みたいには、なんか公演とかやってもいいね。自分だけの公演、ここで四国公演みたいな。喉直さなきゃ、とりあえず。めっちゃ痛い。カラオケで七並びはコメント伸びにくい。確かにカラオケはまあね、まだなんかみんな「おいおいおい」みたいな「ふうくちゃん」みたいな言ってくれるけど、七並び配信はみんなさ、こうなっちゃうからね。七並び配信は多分この1週間はしないから。七並びはね、なんだかんだね、去年じゃない、先月やってたくせでね、七並びめっちゃ普通にやってるんだよ今。私多分結構上の方いると思うよ。さっきまでっていうか、今日お風呂入りながら七並びやったり、メイクしながら七並びやったりしてたから だけどまあ配信はしないかな今週は。コメントも特典になるの？なるなる。そう、並べるのはショールームイベント向きじゃない。そうなのよ。でも、あの、24時間じゃない、19時間配信できるときは、もうやることなさすぎて、やってた。私、19時間もマジ何やってたんだろうって。もう、今でも。すげえわ。ちなみに配信はポイント伸びないからやめた方がいいよとか、めっちゃ言われてたけど、マジでやることなかったから、やるしかなかった。っていうのを思い出すね、今でも。あ、交通費書いてた。懐かしい。え、食費精算しよっかな。食費仕事の。でも食費あんまりないんだよな、今。その遠征とかの仕事がないからさ、食費が出る仕事があんまないから。食費精算しようよな。トロちゃん洗顔してた。やば。
うどん作ってたね。うどん楽しかった。なんかクーラー効いた部屋で鍋とかしたいな、一人で。鍋したーい。うわ、な、私今日さ、お昼ご飯食べてから何も食べてないんだよね。めっちゃお腹空いてんの。お昼にうどん食べて、おやすみメールで謎に送ったうどん、お昼にうどん食べて、何も食べてないな今まで。でもなんかお腹空いてないんだよね。なんでだろう、多分ね、今日のショールームが楽しみすぎて、この作戦会議配信が楽しみすぎて お腹空いてない。明日からのイベント配信見に行く、ありがとうございます。あるある配信見たい。オッケー、考えとく。画用紙買ってこなきゃっていうか、明日100均行こう。わたあめした、あさきちゃんと。したしたした、懐かしい。待って、メモしとこう。画用紙、画用紙、企画もの、あと何、お菓子とかのご飯とかレトルト系買っとこう。家に引きこもる。顔文字総選挙、顔文字総選挙結構時間かかるけど、あるあるの紙はね、多分実家にあるね。だから昔のあるあるを今見せることはできないんですけど、新しく作ることはできる。前のキレがあるから、あるある。とりあえず画用紙買ってこう。マジで久しぶりで楽しみ。なんか結構自分のファンの人でもさ、なんかショールームイベントで来るようになってからファンになりましたって人もさ、いたりするからさ、なんか私ほんとショールームに助けられて生きてるからさ、楽しい。福田の勝手なリクワは懐かしい。自分がオーディションやった時のリクワは1位オキドキだった気がする、今思えば。リンゴ、来れるときは見に来る、ね、ありがとう。ルームフォローお願いします。あ、てかルームフォローお願いしまして、ツリーにつけとこう。期間中福ちゃんアバターの人、ありがとう。ツイート、ツリーにつけました。オッケー。ありがとうございます。ポニョ好きなんですか？好きだよ、ポニョ。ジブリで一番好き。クちゃん好きが加速した。嬉しい。でもマジでショールームイベントって、まあ普段から結構生活さらけ出してるタイプではあるけど、ショールームイベントって本当に私の、なんだろうな、生活がマジで赤裸々になるっていうか、自分、私の寝起きの顔もさらすし、仕事が終わったばっかりのほやほやの顔も多分さらすし、ほんとね、いろんな顔が見れると思う。なんかバタバタしてるのが見れると思うので 歯磨きは何回か登場するだろうね。アイドルの、毎日のルーティーンが見えると 思うので、いつもすごいけど、いつも以上の同棲っぷりを多分、
今日の服ビスに寄せてる、ビスに寄せてるっていうか、なんか一応そのファッション系のやつだから、今回は余裕があるときはちゃんとした服着ようかなと思って来ました。かわいいよねこれ、メリージェニー。福田の湯はないです。下がジャージなのはダメ、言わんで、言わんかったらバレんだけん ショールームイベ好きですよ、可愛い服でしょ。島村しか勝たん、島村大好きよ。見えないようにフレームアウト、普段いつもはこうやっていくけんバレるんでしょ。どうやったらバレるのかな。あ、横に移動すればいいじゃんバレるやばいやばい、どうやったらいいんかね。カニ歩きで、そんな、あ、こう言って、あ、見えた待って、結構横に、あ、もうフレームアウトして立ったらいいんだ。あ、こうすればいい、あ、ルンバに乗るのはおもろい。お尻から出ればいいのね。いやもう隠せません、見えてたね、めっちゃ。まあいいや、隠さない。ゲットすればいい、隠さない。下はジャージです、すみません、正直正直ジャージです。見慣れています。そういう服ちゃんが好き、優しい、みんな知ってる、バレてたか。家でさ、フリフリスカートとか履く必要ないもんね。上ジャージで下スカートより、確かに下履いてない人もいる。いや履いてよ、リモートワークだったからって。いるのかな本当に、リモート会議とかでさ、めっちゃさ渋い顔したさ上司、渋い顔したさ威厳ある上司とかがさ、実はさ下すっぽんぽんだったりすんのかなリモートワークおもろくない、そう考えた。ズーム会議ですっぽんぽんではないか、パンツは履いてるか。マジ？みんなリモート会議の時怖い上司に聞いてみて、上司下履いてますかって聞いてみて。スリルがあって集中力上がるのでは。ちょっと犯罪者予備軍感がない、それ大丈夫履いてますかはやばい。短パン、履いてないよって見せられたら大変、確かに
ってなるよね。おもろ。確かにこれからの季節はもしかする。確かにダメですよ皆さん、ちゃんと下履いててください。プージャーはおすすめですよ。プージャーあったかい、あったかいっていうか程よく守ってくれるんで、足冷えづらいけどゆるく着れる。私紐を結んでも固結びになりにくい。なんか短パンとかでさ、紐私結構お腹キュッて結ぶタイプなんだけど、お腹ピッて結んだらさ、その紐が全然取れなくて、なんか脱げないみたいになる時あるじゃないですか。それがない、プージャーは割と引っかかりがないのでおすすめ。あるよね、あれめっちゃ困るよね、焦るよね。僕はアディダスです。あ、レッスンの時私アディダスです。 家ではプーマ、レッスンの時アディダス、靴はナイキ って感じ。ね、紐がさ穴に吸い込まれたらもう絶望的になるね。デサント夏バレー部って感じ。高校の時のジャージ、体育のジャージ水野だったわ。一点病になってた。51分だ。よし、ツイートどういう風に作ればいいと思う？このさ、こういうのをさまとめたいんだけど、動画にしたらいいかな？動画にしない方がいい？どう？でも画像4枚しか貼れないからな。画像にしてツリーにすればいいか、下につなげていけばいいか。動画だったらさ止めたりしなきゃいけないからさ、見たいとこだけ見れるようにさ一個一個で画像にして4枚ずつ貼ってってツリーにしていったらいいか。確認しやすいよね、画像の方が。追加できるしね、後から。確かに保存できる。確かに。で、同じのメールにも送りますね。で、それを固定ツイートにしとけばいいか。ああ、たったったみたいに編集したら確かに。ちょっとまあ考えます。見やすいように。
お腹すいた。この時間に食べよう。お腹すいたら寝れないもんね、気になって。今日の配信楽しかった。よかった。私も楽しかった。ツイート通知オンにしといてください。みんなは明日リアルお話し会の当落発表もあって、気が気じゃないと。え、何時に当落発表あるの？気が気じゃないよね。おはようございます。6時ごろ。福ちゃんのおかげでフォロワー1人増えました。よかった。福同士同士でフォローし合ってる。6時ぐらいか、ドキドキだね。何人ぐらい当たるんだろうね、一部あたり。それ見てみんな広島の投げ方考えるのかな。どんな感じなんだろう。超レア体験ですよね。コロナがなんか終わってさ、数年経ったらさ、コロナの時さ、リアル話し会とかあったよねみたいな話するんだろうな。みんな当たってほしい。全員まんべんなく当たるのか、完全ランダムなのか、どうなんだろうな。でも広島も大阪も横浜も別にどこもなんか、どこが少なそうとかどこが多そうとかあんまないもんね。どこもさ、多分待ち望んでる人がいっぱいいるから。え、23時57分。え、マジか。ぼーっとしてた。壇上も ランキング読みます。ユナニーター、ありがとう。ヤシゲキ、イベント楽しみ、ハートフルに行きましょう。だねー。青鬼足、お疲れっ子。いよいよイベントできる限り見に行きます。ハートフルに福ちゃんらしく。ではそうだね、自分らしく頑張ります。ハイパー1週間頑張って横浜で会いましょう。楽しみにしてます。かんちゃん、ビスイベますます楽しみになってきました。1週間頑張ろう。嬉しい、楽しみって言ってくれて。ぶーちゃん、明日からの福田ニス寝たいって言うのも楽しもうね。ニスじゃないよ、ビス今日は十分な睡眠で喉が治りますように。だね、マスクして寝た方がいいかな。オースケ、どんま、サンドの飯は何で決まり。ジョン・ファン・アズミン、とりあえず本日ご収できました。すごい、喉を大事にしてくださいませ。だから今日の感じだよね、明日も同じ感じだよね。明日も星野コーチでちょっと軽くやろう。福ちゃんす、ありがとう。まっまっ、膝品新規です。遅くなりましたが、これから福ちゃんを応援していきたいです。ありがとうございます。結構治りました。あと残りそうだけど。お金松先生、明日からは福ちゃんを応援していただきます。ちょっとだけですよ、ちょっとだけ、ちょっとだけよって、なんかあったよね。あつのり、配信ありがとう。喉を大事に。明日からバンガロー、バンガロー、喉気をつけます。うーたん、1週間体調崩さずに感想を一緒にバンガりましょう。バンガりましょう。はい、皆さんありがとうございました。私が福田はって言ったら瀬戸内で言ってください。おりは外、福田は下内、サードの MC は飲んで決まり。佐賀県出身の福ちゃんこと福田会でした。明日は9時15分から配信します。まあ、星もうこの配信終わった後に集めといたらいいかもしれないですね。そしたらもう星解除だけ気にしとけばいいんで。明日からイベントよろしくお願いします。頑張ります。なんかもしカウント枠とかになったら、それはちょっと壇上読みはないかもしれないけど、基本的にちゃんと壇上も読めるように頑張っていきたいと思います。時間配分が大事だからね、はい。そして明日からはまた予定立てれたりするの協力してください。戦会議に、みんな自分らしく頑張りましょう。お疲れんこ、休みみんゼミです。ハッシュタグ福田ビスに乗りたいってようで、ツイートもお待ちしてます。よろしくお願いします。
明日みんながリアルお話会当たってますようにって祈っときます。あ、申し込んだ人ありがとうございました。お疲れんこ、おやすみみんゼミです。明日からもお互い頑張りましょう。ゆっくり休んでください。ありがとう。またね。